こんにちは、豊崎あきとニコです。ニコです。はい、ということで久しぶりにニコと一緒にやりたいと思うんですけども、前回のニコと一緒にからもうなんか早1年経っておりまして、1年ということはなんとニコちゃんお誕生日を迎えました。やったニコさん、うわーやったぞ。ということでですね、本日は、去年に引き続きニコちゃんにお誕生日ケーキを用意しております。おめでとうニコちゃん。初めてのニコちゃんロールケーキです。うわー、しかもいちごのロールケーキ美味しそう。これを、初めてのロールケーキをね、食べたいと思いますが、ちょっとね、1年前は全然待てができなかったので、一味違う4歳になったニコちゃん、待てができるかどうかやっていきたいと思います。こんな感じでございます。うん、よし、じゃあですね、まずですね、ニコさんに、4歳の抱負を聞いてみたいと思います。ニコさん、4歳おめでとうございます。ありがとうございます。4歳になった抱負を教えていただいてもいいでしょうか。待てができるようになろうと思います。そうですか、あとは飼い主が YouTube を撮っている時にワンワンと騒がないでいようと思います。あ、それはとても助かりますね。ではですね、ニコちゃん、ニコちゃん、ちょっとバースデーソング歌うから、その間待てができるかな。4歳になったニコルできるね。できる？できる？どう？よし、じゃあちょっとそこ。よし、ニコル、待てよ。ニコちゃん待てだよ。ニコちゃん、ニコちゃん待てだよ。ハッピーバースデーニコちゃん。ハッピーバースデーニコちゃん、待てよ。待てよ。ハッピーバースデーディアニコちゃん。ハッピーバースデーニコちゃん。うーん、うーわー待てよし、よく待ってた。皆さん見ました？ニコちゃんの進化。こんなに私がバースデーソングを歌ってもこんなに待てるようになりました。おめでとう。ということで、もうかわいそうなんでね、あげましょう。ニコル、ニコル、ちょっとこっち来て、お座りは、そう、で、かい、ニコちゃん、顎して、顎、ジョー、ニコちゃん、ニコちゃん、よしちょっとフライングしたけど、どうですかニコさん、お味は。あっという間に食っています。あっという間に食らっています。初めてのロールケーキ、本当に上手に待てができるようになったね。偉いぞニコル。わ、もうない。あっという間に平らげました。ニコちゃん、どうですか？とっても美味しい。こんなに美味しいケーキは初めて食べるよ。それは良かったね。わー、なんとほら、もうピッコピコ。あっという間にお皿が空っぽになりました。はい、もうないんじゃない、その辺には。ニコさん、ニコル、ニコル、どう？うん、すごく美味しかったみたいです。もうね、カメラなんて気にしてられないぐらいとても美味しかったようです。ニコちゃん、4歳おめでとう。はい、というわけで本日はニコと一緒にお誕生日を撮りましたけども、ニコさんどうでした？美味しかったですか？うん、よかったです。ということで、ニコちゃんにはですね、4歳なのでもう一個だけプレゼントちょっと用意しております。ニコが好きそうな、好きそうなこんな謎のぬいぐるみも買いました。これももうすごい強靭そうなので、これをね、もうね、プレゼントしたいと思います。
ます。これが欲しいね、ニコちゃん。じゃあおめでとうニコル。ということで、こちらもプレゼントです。ニコル、はい、どうぞ。はい、持ち去っていきました。これもニコちゃんが好きそうなぬいぐるみでございました。というわけでね、ニコたまたま私も、スフィアも、フォーカラーズラボよろしくお願いいたします。ニコちゃん、良い一年を過ごしてね。